ちゃん。大丈夫だ。怖がらないで。私たち何もしないわ。おい。よ。マサオミ君。兄さん。そいつらは俺の知り合いだ。落ち武者でも野党でもないぜ。ああ、そうでしたか。チョロ、すまないが、あいつらを今夜止めてもらえないか。マサオミ殿のお知り合いならば喜んで。何もない里ですが、どうぞゆっくりお休みください。ありがとうございます。マサオミ君はいつ来たんだ？昨日だ。止めてもらった例に稲の借り入れ手伝ってるんだ。マサオミ君そんなことできるの？ああ、こっち来てから何でもやったからな。うまいもんだぜ。さて、俺はもう一働きしてくるか。私たちも手伝うよ。いや、いいよ。旅の汚れでも落としてこいよ。後でな。せっかく会えたというのに、ずいぶんさっぱりした方ね。そういう人なんですよ。ほんと、マサオミ君らしい。会えてよかった。えへー、気持ちいいね。でも驚いたね。あんなに警戒してた里の人が、マサオミ君の知り合いだって聞いた途端、急に歓迎してくれるんだもんね。あいつだって昨日来たばっかりなんだろ。彼には人の心を捉える不思議な力があるようですね。はあ、疲れた。足がパンパン。のぞみ、体を拭きましょう。さっぱりすると疲れも取れるわ。うん。はい、ありがとう。白龍、ちょっと外に出ててもらえる？どうして？だって恥ずかしいじゃない。恥ずかしいって。何？何って。白龍、こういう時は女の子だけでいたいものなの。分かってくれる？分かった。気持ちいい。サクって大人だよね。年は私と一つしか違わないのにすごくしっかりしてる。そんなことないけれど、もしそう見えるのなら、それは黒龍のおかげかもしれないわね。あ、ごめんなさい。私が白龍に選ばれて巫女になったように、サクは黒龍に選ばれた巫女。影時さんから聞いた。サクと黒龍は恋人同士で、旗で見ていて恥ずかしいくらい仲が良かったと。でも黒龍はサクの前から突然姿を消してしまった。私ね、時々思うことがあるわ。もしかしたらどこかに黒龍はまだいるんじゃないかって。サク。うん。おう、どうした？もうすぐ食事だって。あ、今行く。あ、先行ってる。おい、なんだ？ごめんね。
先輩。いやー、今夜はゆっくり休めそうだね。あれ、影時はいつだって大いびきで寝てたじゃないか。そうだっけ。さあさあ皆さん、大したもんはありませんが、どうぞ召し上がってください。取れたての米だ、うまいぞ。そんな気を使わないでください。そりゃあここんとこ戦続きでろくなもん食えなかったけど、今年は豊作でな、里のみんなも喜んでんだ。ああ、このお兄ちゃんにも手伝ってもらったし、遠慮しねえで食えって。一緒に豊作を祝ってほしいんだ。サンキュー、遠慮なくいただくぜ。うまい。のぞみ、お前も食ってみろよ、うまいぞ。うん、いただきます。おいしい。なかなかいけるね。温かい食事とは嬉しいね。ありがたいことだ。うん。大変だ。どうしたんだい。野党だ、野党が来た。何、野党。狙いは女子供だけだ。男と年寄りは叩き切れ。ひどい。マサオミ君、兄上、火を消しましょう。あ、里の人々を守るぞ。娘を置いていくか命を置いていくか、この場で選べ。若造、いい気になるなよ。お前たち、二度とこの里には近寄るな。逃がしちゃうの？奴らを泳がせてこの里には近づかない方がいいと触れ回ってくれた方が他の野党も寄りつかなくなる。 でもじいちゃん、じいちゃん。俺たちがいなが